先生何か、あ、先生が昆虫を食べるときはどういう気持ちで食べるんですか？可愛すぎて食べちゃうとかですか？可愛いってことは多分ないと思いますね。うん、あの可愛いと多分食べれなくなってしまう。そういう感情は多分あまりなかったと思うんですよね。はい。どんな気持ちで食べてますか？昆虫、昆虫？そうですね。食べる時の気持ちっていうのは、可愛いからじゃなくて、やっぱりどんな味がするのかなってのはそっちの方行っちゃいますよね。ああ、もう食材として見てるんですね。そうですよね。だから表に出て、はい、虫が飛ぶじゃないですか。キャットと出会うと、はい、ですごくそれに興味があって、どうやって調理したらいいかとか、いろいろそっちの方に行っちゃいますよね。もう生きてる虫を見てもそうなんですか？生きてる虫を見て当然そうですね。生きてる虫の方が絶対に美味しいですよ、やっぱり。あ、鮮度が抜群ですもんね。だから、あの鮮度っていうか、本当に昆虫っていうのは不飽和脂肪酸が多いってこともあって、酸化しやすいんです。脂肪が酸化しやすい、しやすいんですよね。そうすると味が本当に落ちるので、はい、で臭みも出てきますし、例えばあのカイコのサナギってあるじゃないですか、うんうんうん、あれもだから、あのちょっとあの時間経っちゃうとすごくちょっと特徴的な癖が出てくるんですよね。で好き嫌いが分かれるんですけれども、うん、あの本当に生きた状態、眉をカットして取り出して調理すると本当に美味しいですよね。へ、鮮度大事なんですね。鮮度が絶対大事ですよね。うん、だそういうようにやっぱり美味しいかどうかをまずその虫と出会うと、そういうふうな気持ちになってしまう。そうですね。うん。